おはようございます。元一工作海空研究所長でやっていきます。砂塚森田さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。経年調査だるとか言ってましたけど、はい、清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田裕人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。前くんはね、まず経年調査お疲れ様でした経年調査だるって何の話だろうなと思ったんですけど、そうか、市の調査なのかな、学力調査。なんかまあテストっていろいろ学校であるけど、自分の力を試すためじゃなくて、県とか市とかが、子どもたちの現状を把握するための調査という立て付けなわけですね。でこれは確かにだるいなと思いましたこれごめんね、調査してる人いたらごめんなんだけど、なんていうのか、調査したいというモチベーションはすげえわかるんですけど、僕も研究者やってるんで、じゃあ実態をまず把握しようと、これすごい大事なことだから、でその上で、その実態をまず見て、正確にファクトを押さえてから、それのしかもね、1回2回じゃなくて時間的傾向、上がってきてるのか下がってきてるのかとか、こういう科目は、結構低学年から育っているとか、逆に高学年になってもこの科目が伸び悩むとか、いろいろあるんでしょうね。でそれを把握したいということなんでしょうね。経年っていうのはまあ年を経てということだから、まあ長い目で、傾向を抑えたいという調査ね、ですよね。これは何だろうな、調査したい側の気持ちはすっごくよくわかります、僕は なんか別に仕事が似てるわけじゃないけど、まあ、事実を把握して数字にしないと、次何していいかが、アクションプランが立ちにくいよねっていうね。じゃあそのデータに基づいてこういうことを充実にしていった方がいいんじゃないかとか、こういうふうに変えていった方がいいんじゃないかとか、まあそういう根拠ですよね、きっとね。そのためにやってらっしゃるんだと思うんですけど、いや、で、あんまりそう、今まで僕そういうことをやってるっていうのがあるのは知ってたけど、子供たち側の視点になったことなかったなと思って、そうか、調査して数字を抑えるんだ、なるほどなるほどと。でまあそれに対していいとも悪いともあんまり思わなかったですね、正直にふんって思っててあんまり興味持ってなかったですね、正直ね。でもまあ分かる、理解できるというか、そういう立場だったんですけど、子供の視点になったことなかったなと思って、でそれを受けた子供は、その自分学んだことをテストして自分の力を自分で把握して自己分析して、自分の成長にどうやったらつながるかみたいな、そのサイクルにある、まあ普段やってる定期テストみたいなやつって多分そういうサイクルの一部に組み込まれていると思うんですけど、まあだったら納得して受けてるのかなと思ったんですよ、善くんとしてはせっかく頑張って、
トレーニングしてきたわけだから、そのトレーニングの成果がどの程度までできているのか、それを把握するためのテストだっていう位置づけになると、まあまあ好きか嫌いか別として理解できるんだと思うんですよね。ところが、それとは別に、経年調査というものがやってきて、なんだかよくわからないけど全員受けることになっているというふうに見えるよね、うん、で受ける側としては何のメリットも感じられないかなと、なるほどと思いましたね。よくあのアンケート調査とかっていうのもそれなりがちかなと思うんですよ。アンケート取る側のメリットとモチベーションは明確にあって、それ決して意味がないわけじゃないっていうか、大事だからやるんだと思うんです。でもじゃあそのアンケートに答える側は何の、それ答えることによって何のメリットがあるのっていうことが、あのたまにそこの設計が抜け落ちるっていうのは結構あるなと思いましたねまあそういうことかなと、うん、なんか当然のように、全員に受けさせる、全員に答えさせる、うん、けど受ける側のことを何も考えてないのかなっていう、いやそんな怒ったりとかしないけどさこれ答えて何の意味あんのっていう、別にで大した時間取ったりしないやつでもなんか、うん、いやだから答えてあげればいいじゃんって思う時と、なんでわざわざっていう、なんでそのアンケート取りたい人のご都合はなんか終わりなんでしょうけど、なんであなたのために俺は答えなきゃいけないのみたいな、そういうのが引っかかる時あります正直あります。で逆にでも自分がさアンケート取る側になる時もあるわけですよ。なんかその運営してたりとか、運営、そうですね、なんかコミュニティの運営してたりとか、そうだな、他になんかあるかな、まあやっぱ学会が多かったですかね。僕がはい、これのやってみようかなってなって、まずご意見をお伺いしようみたいな感じになるんですよ。アンケートを取りますってなるときって、で取ろうと思いつくところって考えると、みんな良かれと思ってると思うんだよね。その自分だけで独断で決めるよりはご意見伺った方がいいかなぐらいな感じだと思うんですけど、でもそのアンケートに答える側からしたらさ、意見言わせてくれっていう人はね喜んで答えると思うんですけどなんだろうな、いやいいよと、そっちで陽気にやってくれよっていう人にとってはメリットがないよね、答えることに対する、なんでっていうなっちゃうだろうなと、とかなんだろうな、イベントの感想とかのアンケートはね割とよくありますね。あれはなんだろう、あれはまたちょっと別な位置づけになる気がしますけど、なんかあれはまあ僕もいろいろ講演会とかさ、あちこちで授業をやったりとかやると、そのねアンケートみたいの取ってでやってたけど、それはなんかあんまり何も考えてなかったけどすごく反応が良かったですね。あれって何なんでしょう、何が違うんでしょうね。その多分答えたいなって、思う、なんか僕が意図的に仕掛けたわけじゃなくて、たまたまそれが成立してたんでしょうね。だから回収率が高くてっていうことなんでしょうね。
でもそれがなかなか実はそういうことってあんまり生じないですよね、調査において。調査する側のメリットばっかりになっちゃってて、調査される側は調査されてる対象で、しかもなんかすごく一意見ですごく小さく扱われてる感があるし、一票しか入らないわけで、書いたからってなこれ何になるんだろうなっていう感じになっちゃう。その感覚に近いのかなと。これはでもありがちだなと、どうしたらいいか分かんないけどハッとさせられましたよ。だから経年調査ってさ、まあいわゆる学力テストですよね。そう、だるって前がさ、珍しいな、ああいうそのなんていうのタイトルにまでそこまでこうさ、はっきり書き後ろ向きなことを書くっていう、でもさ勉強好きそうだし楽しんでそうだし、なんか意外だなと思ったんですけど、でも多分設計がちょっとね、そうなってるよなっていうことをよくよく表してたんじゃないかなと、このミスマッチというのか、いやなんか自分も顧みるものがありましたね正直ね最近ではあんまり生々なかったけどですけど、その構造を理解してなかったことは確かで、次何かしらの機会にね、なんか僕がアンケート取るとか調査したいなとか、思った時にあんまり答える側のメリットを考えて設計できてた、できる、こうすればいいんだっていう明確なものはなかったですね。ちょっと考えた方がいいなと思いましたね、自分ではね、少なくともね。いや、経年調査がどうあるべきとか全然意見ないんですけど、やってらっしゃる方はなんかいいとかってやってらっしゃるんでしょうから、特にどうってことはないんですけど、僕自身がなんかその調査らしきものを今後やるとしたら、善の顔を思い浮かべてですね、善が危機として受けてくれそうな調査は何かなというふうに考えるのが正解だなと思いましたね。はい、昨日ね、あかねさんが身内びいきの話をとしてね、善がいかに優しいかっていう話をしてくれて、で我がサロンではですね、身内びいきを推奨していこうと思っておりますっていうまあ今月の企画みたいな感じですね、なんだったらね。で友人さんが早速昨日の友人の独り言の放送で、話されてたんですけど、まあワールドカップのサッカーの話があり、なるほど、友人さんその視点で見たんですねと。前田大然、確かに俺はもうすごい目を引かれるというか、一番その目立つフォワードの位置にいながら一番目立つのが走り回ってディフェンスをしている姿っていう、ね、キーパーを追い込んでさ、焦らせてさ、スペインのね名キーパーじゃないですか。で焦らせて逆サイドにこう蹴り出してディフェンダーに渡そうと思ったら、それを伊東純也選手がカットしてインターセプトして堂安選手の同点ゴールっていう、同点ゴールでしたっけ、あれ同点ゴールだよねっていうね。でまあ堂安律選手めちゃくちゃ輝いてました。伊東純也選手めちゃくちゃ速いって誰が見ても分かる、すっげえうまいんだなって。でもその前にどんだけ走ってんですかあの人っていう
田大然選手ね、あのそんなに走らなくてもいいんじゃないって本田圭佑選手さんにさあのそんなに追わなくてもいいんじゃないって本田圭佑さんに言われるぐらいね走り回ってるっていう。いやでも僕はすげえ引きつけられてましたよね。確かに素晴らしいなと。で点に結びつかないけど、あ、まあ、自分の得点にならないと分かってて走ってるなと思いながら、でもそれが積み上がって積み上がって誤差が、相手の誤差がちょっとずつちょっとずつ積み上がって、で最終的に誰かが決めてくれる、決めてくれるやつはその堂安選手なのかね、田中碧選手なのかっていう、まあ、そこはね分かんないですけど、でもすごく信頼してるんだと思うんですよね。俺がこんだけ追い回してなんかちょっとでも誤差を作れば、その後ろには素晴らしい仲間がいるからっていう、その信頼があのスプリントに現れてるんでしょうねっていう、そこに心を打たれましたっていうさ、友人さんのさなるほどなと。でまあ僕もそこはすごく共感したんですけど、それがねかつて息子がサッカーをやっていた時にそれに近いプレースタイルでがむしゃらにやってた時代と被るんだということですよね。あの時の息子はめちゃくちゃこう輝いててかっこよくて、でまあ今は今で別なことにチャレンジしてるから、陸上っていうね形で、それも友人さんはすごく応援されてるっていうのは僕は知ってたんですけど、そうじゃなくて過去の、サッカーやってた時代のね話ですよね。であの時もめちゃくちゃ輝いてて、あのこんなプレーがあって、前田大然選手ばりのあのプレーはもう忘れられないというね、まあこれ いわゆる身内びいきの話をされてたと思うんですよ昨日ねもう最高やなとこれ聞いて嫌な気分になるやついないよねっていうぐらい、もう すげえ気分になって、身内のね、なんでしょう、あのなんか一般的にさ自慢話っておじさんの自慢話はどうなのっていうのあるじゃないですかあの俺はこんなことをしてきたんだとか、あのこんな肩書きがあってこんなところでも こんなことを成し遂げた的な、まあそういうおじさんの自慢話は意味嫌われるというか避けず、いやまあまあ確かにあのあんまりするもんじゃないなっていうのは僕もあの思うんですけど、まあでも意外と僕はね人のなんかあの自慢話聞くの好きなんですけどね。なるほどなと、なんかそこを誇りに思ってんだなと思うと、僕はその人の、まあなんかそのちょっとやそっと話してもさ、その人の、何を大事にしてるかとかってなかなかわからないもんじゃないですか。だけど自慢話にはすごくその人の誇りが詰まってると思うから、あのなんていうかな、僕はなんかそこを聞いてるというか、自慢話のこう表面的なこう何を成し遂げたとか、これはすごい自分にとって大事なものだっていう、なんかそこを感じ取れることの方があの僕は好きなんだよ、だよね。だからそれがすごいっていうふうには実はあんまり思ってなくて聞いてる場合が多いかもしれないですねそのことがすごいんじゃなくて、あなたはそれをすごく大事に思ってるんですねっていうのが感じ取れて、すごくこう近づけた感が嬉しいっていう、そういう感じですね。なかなかそこ晒してもらえないもんだと思うんですよ。腹を割って話すとか言いますけど、なかなか割れないじゃないですか。
だけど自慢話してくれればさ、もう簡単にさそれ伝わってくるんだよ。あの僕はね自慢話で推奨派なんですよ。まあだから聞き手の聞き方さえうまくやれば話が早いんじゃないかなと思ってるっていう、うん、僕はね。それで嫌だよっていう人が増えちゃうとちょっとあれなんですけど、まあでもね、その人自身の自慢話じゃなくて息子自慢とかね、身内自慢はすごいいいですよね。なんていうか別に嫌味感がないですし、ああそれは素晴らしいですねって、なんかまっすぐ言える、より言えるっていうかね、息子さんのサッカーの時のあのワンプレーが、それね、まあ、どんな試合でだったか知りませんけど、そのね、まあ、ゴールキーパーも諦めかけたボールを、ゴールラインを割りそうなボールを懸命に追いかけて、なんとか追いついちゃって折り返すという、あ、友人さんおはようございます。あれいいですよね、息子自慢。息子自慢っていうのかな、息子がすごいだろうって話してるわけじゃないけどさ、身内のこのシーンをすごく大事に思ってますって話じゃないですか。あれはなんていうか、もっと世に出ていいんじゃないかなって思いますね。俺も話そうと思いましたわ。娘がこうやった時のことは本当に嬉しかったなとか、息子がとか、次女がっていうね、素晴らしいなって思ってることはそういえばたくさんあるけど、あんまり話さないもんだなと思って、でそうか、もっと言った方がいいなっていうね。昨日の友人さんのね、息子自慢、そして何だったら息子自慢にとどまらず、息子さんの友達の、まあ、サッカーを一緒にやってた子が矢野選手って言ったっけ、日本代表に選ばれてるという。すごい縁ですね。いやでもなんかさ、俺はあいつとつながりがあるんだぜっていう自慢、何それっていうのはまあたまにありますよね。俺はあの誰々社長と知り合いなんだ、いやそれを自慢してどうなるっていう雰囲気っていうか、あ、矢田龍之介くんか、あーすごい、まあまあなんかその仕事上だとそういうニュアンスもなんか出るけど、昨日聞いててよかった、すごいいいなと思ったのが、まず最初に自慢したのが息子さんなんですよ。息子さんのプレーがまあプレースタイルが前田大然選手のね、コント6歳プレーをしてて、忘れられないプレーがあると、それをなんかすごく大事に思ってるっていう、まずそれがあった上で、その息子さんがたまたまね同世代で仲良くしてたすごい上手な子がいて、矢田龍之介くんだったと。で今やね日本代表に選ばれて、4年後もっと活躍が期待されるっていうようなエピソードがあってっていう、これって別に矢田龍之介くんと俺が知り合いながらっていう話じゃなくて、まず息子さんのプレーのなんかワンシーンをすごく大事に考えてて、でその背景に素晴らしい人にまた巡り合えてたおかげで自分もねすごく
こういう面でサッカーを見れるとかありがたいことですよねっていう、それってまあ自慢ではないと思うんだよね。その自慢じゃなくて、なんだろうな、まあ同じ身内びいきの延長線上だとしてもさ、すごく聞きたくなる話というか、あ、いい話だなと思いましたよね、昨日の話は。でそれって意外とみんなあると思うんですよね。なんか自分の身内でこういうとこが素晴らしいなと思ってて、だからその身内にそういう人がいてくれてすげえありがたいなみたいな、でそれ自体をこう大事に思ってますっていう話があって、でその身内の誰かの周りにもまたいろんな人がいて、でそのうちの一人にこんな素晴らしい人がいるっていう話は、これなんていうか間接的なんだけど、間違いなくこう自分が感謝する対象の一人だと思うんですけど、でも直接その人に感謝してますでもないよねっていうね、その関係性だと思うんだけど、でもそこはなんか言葉にして整理できていると全然こう世界の見え方変わるよねっていうのは友人さんのね昨日の放送聞いてて思いましたね。なるほどなと、そんなことなかなか普段思わないなっていうね、うん、だからまあちょっとね軽い気持ちで身内びいきブームにしようと思いついたんですけど、これ意外と広がりありそうだなと今ね感じてますね、うん、あんまりだからあまりにも今までやってこなかったから身内びいきを身内びいきの話ですね、もっと喋って整理していけば自分が忘れてた、本当は感謝、この人にも感謝なんだなみたいなことに気づけるような気がしましたね。はい、ということで今日も一日皆さんはね誰と笑いますでしょうか、今日も一日上機嫌で過ごしてくださいませ。それでは良き一日を。じゃあね、友人さんありがとう。